はい、ニコニコプロレスチャンネル放送の時間がやってまいりました。本日は1月16日千葉ブルーフィールドで行われましたレッスル1の大会、レッスル1、ツアー2016サンライズ、こちらの模様をお届けいたします。コメンタリー実況推薦がお届けいたします。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。ニコニコプロレスチャンネル2016年最初の、レッスル1の大会でございますね。大会中継でございますね。昨年も結構ね、レッスル1の試合中継は多かったと思うんですけども、今年もね、それぐらいの数、レッスル1の中継をしたいと思いますので楽しみにしてください。そんな一発目、ブルーフィールド大会というわけでございましてね、通常でしたら海援隊道場、のブルーフィールド大会はね、おなじみなんですが、レッスル1がこの青で囲まれた会場にやってきたというわけでございまして、果たしてどんな感じで行われるのか僕の方も楽しみでございます。はい、そんな中第1試合がスタートいたします。まず先に入場してまいりましたのは、ドインディ軍団って今言っていいんでしょうか。甲斐選手と一緒に、行動を共にしております三富正幸でございます。対するはジャケットの中野の康文でございます。シングルマッチ30分一本勝負として行われます第1試合です。さあ、この中野上野なんですが、先日行われました後楽園大会で UW 世界、6人タッグのタイトルマッチ、防衛戦を行うはずだったんですが、パートナーの一人であります吉岡誠輝選手が、盲腸の手術後ということで、欠場いたしまして、王座返上となりました。その一度返上した王座を、奪回するべく、1月31日ですね、大阪でこの UW 世界6人タッグ王座決定戦が行われます。それに向けての試合となります。本来でしたら、派手なジャケットを着ております黒潮イケメン二郎、そして吉岡誠輝とのトリオで、登場することが多い中野への休みなんですが、シングルで登場するとやっぱシックな黒が、ひときわね、印象的ですよね。派手な2人が、左右にいると、派手な2人ばかりに目が行くわけですが、こうやって1人で入場してまいりますと、あ、そうだよな、中野の休みは黒だよなっていうのが非常によくわかるわけでございます。そんな中第1試合の、ゴングが鳴りました。いつものように僕の、コメンタリー実況は片側から聞こえてると思いますので、現場をのみで楽しまれたい方は、僕の声が聞こえる方をミュートしていただければと思います。ただし先ほどのように曲によっては、お聞かせすることができない曲がございますので、その際は、番組自体無音となりますのでご了承のほどお楽しみください。さあ、そんな中第1試合がすでにスタートしております。静かなスタートでございます。第1試合グラウンドの攻防から始まっております。先ほどまで、ガワラさんでね、その1月の後楽園大会の模様が、流されていたと思うんですけども、こうやってあれですね、続けてみるとなかなかいいものがありますね。極力ね、他のメディアとは被らないように、ニコプロの場合放送してるわけでございますけども、なので先ほど王座移動劇があった直後ということですね。大会的にも後楽園ホール大会の次の大会ということになってます。ブルーフィールド後楽園ホール大会で動きがありました。なんといってもレスルワンチャンピオンシップ宗谷学から、日野雄二に交代いたしました。その日野雄二がチャンピオンとして、かつてのフルスであります海援隊道場の本拠地であるブルーフィールドに帰ってくるという、そういうシチュエーションでございます。さあ、その第1試合でございます。まず先制したのは三富正幸、うまく頭を使って中野への休みを油断させ、そしてこれは足攻めに行くんでしょうか、足を集中的に攻めるんでしょうか。膝へのスライディングキック、これを2発放ちました三富です。甲斐、そして、翔太と行動を共にしておりますドインディ軍でございます。その中でレッスル1のリングでシングルマッチのチャンスをつかみましたこの三富正幸、昨年10月まではユニオンプロレス所属として活動しておりましたが、ユニオンプロレス解散後はフリーの道をセレクトいたしました。まあ、レッスル1以外の団体にも上がっておりますが、今やはり一番注目を浴びるのはこのリングでしょう。キャッチしたその右足をレフリーに持たして
がら空きとなった左足の膝にドロップキック。しかしここで中野江野がタックルで反撃出します。立ち上がりから下半身を攻められた中野への膝を気にしつつも反撃に転じようといたします。タックル一発で吹っ飛ばされた三富は頭を押さえてのたうち回っております。やはり体格差がございますので一発のタックルで動きを止めてしまいました。そしてためを作ってのボディースラム。赤コーナー下にはジャケットの盟友吉岡誠輝がセコンドとしてついております。1月31日に UW 世界6人タッグ王座決定戦が吉岡にとっての復帰戦となります。ザ・ジャケッツは一度自ら返上したその3本のベルトを取り返すことができるのか、それとも加賀林、田中稔、田尻のクルーザー級ベテラントリオが新チャンピオンとなるのか、非常に注目されております 1.31 大阪の王座決定戦です。その前に負けるわけにはいきません。中野への休み、大技はまだ出しておりません。ボディースラム、そしてストンピングのみでフォールに行きました中野江野です。こうやってフォールに行くことによって三富にプレッシャーを与えているんでしょうか。出足はいいスタートを切りました三富ですが、一度反撃されるとそのままずるずるずるとやられております。三富も流れを変えたいところ、その三富をロープに振ってバックエルボー、リング上でフォール行くカウント2。この辺は余裕を見せております中野江野です。やられてもすぐに立て直すことができる、こういったところが強みです中野への。キャメルクラッチ、変形のキャメルクラッチです。相手の腰には乗らず相手の腰に2位を、そしてその2位を突き立てていた腰にエルボードロップを落とします。本家か5分経過。さあブルーフィールド海援隊道場の本拠地ということで、この画面の真ん中に海援隊道場のロゴマークがある中、レッスル1の大会が行われております。さあ小腹ツイストの掛け合い、これを制したのはやはり中野への。ダリング中央で決まります。しかも拷問コブラ、かつて田上明が菊池潮氏に見せたかのようなこの拷問コブラ、あるいは川田俊明あたりもこういった技を見せます。さあこうなあに下がりました。距離を取ってエルボーバックエルボーで放ってきます。そこからダブルアームスープレックス、人間風車、いやドリーハンクジュニア式ブリッジをせず高さをつけて叩きつける。そのダブルアームスープレックスで動きを止めて次なる技を狙います。それに対しよく見ていた、ああ噛みついた、ミトニが噛みつきます。まさにそのドインディ軍というポジションからも上に噛みついていかなければならない存在。ミトニ正幸前転してエンジ切り、ラウンドハウスキックがヒット。さあグラッときた中野へのが対角線コーナーを背にいたします。動きが止まったところに距離を取ってバッケルボを放つ。さあ気合を入れた三富がリング中央でボディスラムを狙う。しかしこれを許しません。首筋にエルボーを落とし逆にボディスラムに投げようとする。これをディフェンスして持ち上げた、一発のボディスラムで拍手が沸き起こります。海援隊道場ブルーフィールド、さあレッスル1の第1試合は三富のボディスラムで沸いております。そしてブレーンバスターを予告する、垂直落下式ブレーンバスターを得意としているが、軽々と持っていかれてしまった。まあ予告すれば当然相手に分かってしまいます。まだ中野江野にスタミナが残っていた。やはり一発ボディスラムで投げたぐらいでは動きを止めることができません。それでも飛びついての十字固め、カウント2、そしてゲドクラッチに持っていく、これもカウント2だ。さあそれでも攻め込みます。ここはチャンス、ここはチャンスですが、ここで決めたいところ三富正幸、もう一発、これはキャッチされてしまう。さあ振り向かせての至近距離からの得意のエルボー、おお、これはディスカス式の張り手、しかしこっちもノックアウェイ。
おっと、あ、これ、おーっと、カウント2で返す。さあ、しかし得意の肘を振るってまいりました。ここからすぐさまダイビングエルボーにつなぐか。ダイビングエルボードロップ、体重が乗った溝落ちをぐさり、これで耐え固めホール勝ち。まあこの貫禄勝ちと言っていいでしょうか、中野屋の安海。三富も何度か流れを変えかけたんですが、最後エルボーで動きを止められ、ダイビングエルボードロップにスリーカウントを喫してしまいました。悔しさが残った一戦でしょうか。しかし三富前を向いております。もう一回と人差し指を突き立ててセンター花道を帰っていきます。第一試合です。7分56秒、ダイビングエルボードロップからの片指固めで中野への休みの勝利です。続いて行います。スリーウェイマッチのルールについてご説明いたします。リング上3選手が同時に戦い、はじめにホール際を奪った選手が勝者となります。それでは第2試合スリーウェイマッチ30分一本勝負を行います。第2試合のスリーウェイマッチはカズマ、坂本、翔太、そしてアキラによるスリーウェイマッチです。第1試合の三富に続いてドインリーグの一員として入場してまいりますのは翔太。しかしその前にカズマ、坂本が姿を現しました。カズマ、坂本もかつてはこの道場で基礎を学びました。元火炎隊道場、現在はリアルデスペラードのリーダーとして活動しております。カエンタ道場所属時のリングネームはカズマ、現在はそこに坂本がついております。セコンドには欠場中の土井浩二がついている模様です。若き頃はこの青い会場で日々鍛錬を積みましたカズマ、坂本。いわば青春の血と汗と涙が染み込んでいるブルーフィールドですが、まあそういったところは全く見せておりません。現在はリアルデスペラード。さあ一度コーナーにかけたお面を、あ、青コーナーではなくニュートラルコーナーに移動させましたね。そしてこちらドインリーグの翔太、佐野魂ガッツワールド二団体所属レスラー、同じドインディー好きということで会と波長が合い、そして現在行動を共にしております。ニュートラルコーナーにカズマ、坂本、そして青コーナーに翔太がスタンバイいたしました。最後に登場するのはニューワイルドオーダーのアキラです。さあ今皆様の脳内ではボンニー、トゥーでビーナ、ワイルドな曲が流れていると思われます。登場してまいりましたムービースターアキラ絵になります。火炎隊道場のロゴの前でドヤ顔でポーズされるとですね、今日多分そういうシーンが多いと思われます。レッスル1の選手の皆様が火炎隊道場のロゴマークの前でドヤ顔でポーズを切るシーンが多数見られると思いますので、スクリーンショットしていただいて拡散していただいても別に結構でございます。第2試合 3A マッチの開始のゴングが鳴らされました。30分一本勝負。さあ3人とも当然これは別のユニットでございます。自分以外は全員敵。しかしこの 3A 戦、皆さんご承知の通り試合の流れによっては結託するところもあり、そして相手を裏切るところもありと、まずはアキラと翔太が2対1の図式を作り上げます。これを嫌ったカズマ、坂本場外へ。
はい、この3人の中でこのブルーフィールドの構造を最も知り尽くしているのは和馬坂本でしょう。それを試合に生かすのかどうか。和馬坂本が2対1の図式を嫌がったためリング内に残った翔太と明が先行開始いたしました。和馬坂本は相手の客席に座る腰を下ろし悠々と観戦です。まあ、当然これ観戦するのはいいんですが、明翔太の間で勝負が決まってしまうと和馬坂本は勝てません。したがってこうやって一方がフォールに行くとそれを邪魔しに行きます。リング内に戻った和馬坂本、明に政治的ムーブを見せましたが明がこれに応じません。お、しかしロープに飛ばした翔太が勝ちきたところでダブルのエルボーが成立。まだ疑心暗鬼の明、やはり握手はしない。ムービースターそう簡単に握手しないというところでしょうか。結託を諦めたか和馬坂本一人で翔太を相手にしております。そして今度は教頭を明にやれと、教頭というよりも今命令を出したような感じになりましたが、あ、ここでようやくやっぱり手を結ぼうぜと。しかし明が固くなに和馬坂本と握手いたしません。この辺は何でしょうか、やっぱりニューワイルドオーダーの、決まり事の中で、決め事の中で他のユニットの選手はそうやすやすと、信用するなというなんか法則でもあるんでしょうか、規律でもあるんでしょうか。さあと言った矢先に、今、連携プレーになりましたね。これに、ああそれでいいんだとにやりと笑う和馬坂本。先ほどから翔太が一人でやられている形です。翔太をいたぶるのはいいんですが、じゃあいざ勝ちに行くとなった場合、当然これ明と和馬坂本の間で争いがあるでしょう。誰かが誰かをピンホールすればそこで勝敗は決してしまいます。スリーウェイマッチ。ボディースラムを嫌がった翔太が明と和馬坂本を激突させます。さあこれで和馬の先ほどから機嫌が良かった表情がちょっと今しかめっ面になりました。場をコントロールしているのは和馬坂本、そしてそこに巻き込まれないようにしているのが明、ただただやられているのが翔太。そういった図式になっております。前半戦翔太の反撃が見たいところですが、多勢に無勢、やられている翔太に声援が飛んでおりますが局面を打開することができません。地獄突き2発。さあまだまだショータイムにはなっておりません。そのショータをコーナーに押し込みながら、またしてもアキラに攻撃をしろと目配りした和馬坂本。そしてこれ応じたことになるんでしょうか、それとも単にただただショータを攻めるつもりなのか。アキラも今合わせました。さあ微妙な空気がアキラとカズマ坂本の間に漂い続けておりますが、こういった形でダブルの攻撃が成立いたします。先ほどから一方的に、いや二方的にという意味でいいんでしょうか。この場合一人で二人にやられております。翔太こんな時タイがいてくれたら。しかしうまく身をかわしました。アキラのエルボーがカズマ坂本ヒット。またしてもカズマの顔が変わった。これはスリーウェイですので同士打ちではないんですけども、カズマが行かないですね。徹底してカズマはアキラに攻撃いたしません。アクバミでもスタートから1対2の様相が続いております。うまくここはカズマがうまかった。翔太の攻撃で背後を見せたアキラに横折りしてエビ型も見せました。しかしその後アキラが返しカズマに抗議、二人が言い争いしているところを狙って翔太が反撃を開始させます。クロスボディ、ア
足をすくう。さあ先ほどからやられっぱなしだった翔太にどうやら流れが傾きかけております。クロスボディからフォール行きましたが、翔太がスリーカウントを奪えばそこで試合が終わってしまいますので、アキラがカットに入ります。目まぐるしい攻防になってまいりました。スリーウェイマッチ、スリーウェイならではの展開が見られている。霧も錦のフライングラリアット、水沢サビが左腕を放ちます。そしてさあここからオールドボーイに行きます。リング中央、さあギブアップを奪う技、スリーウェイの場合これはそうです、カズマ坂本がカットに入ります。なかなかギブアップを取るのはスリーウェイでは難しい。今度はアキラが攻められます。カズマがスプラッシュを見せます。コーナースプラッシュからさあ走り込んで鋭角的に2位を引っ掛けさせます。カウント2、前半はアキラに対して攻めを見せていなかったカズマ坂本、この辺りになると勝利を狙ってアキラにも攻撃を加える。ゴリーボムを狙ったところ翔太がカットに入ります。さあ今度は翔太がアキラに呼びかける。前半そして中盤までは散々2対1で翔太をいたぶったカズマ坂本がこの場面では2対1でやられる、そういった立場となってしまいました。合体ブレインバスターアキラと翔太が決める。そしてお翔太がムササビプレスをリクエスト、 DDT でお膳立て。さあムササビが決まって、これでアキラが3カウント取れば翔太は勝てないんだが、あーやはりカウント3前にどけて自分が勝利をせしめようとする。しかしアキラもこれをカットする。アキラのムササビプレスで自分が3カウントを取ろうとした、謝っております。許しをこう取ります翔太。やはり翔太許しをこうのは一流。あーしかしインサイドクレードル、カウント2、許しをこう達人がインサイドクレードル。しかしアキラも円錐切りでお返し、おーところで地獄突き、そしてディスカスエルボー、すぐさま横にして指固め、まだスリーカウントが入らない。さあ翔太どうする。あーしかしニーアッパーが飛んできた。そしてゴリボムに持っていかれる。顔面をしたたかに打ちつけてしまいました翔太。これは返せない。アキラがリング下に転落する間にカズマ坂本が最終的に3カウントを持っていきました。ゲームを支配していたのはこの男でした、カズマ坂本。フルスのブルーフィールドで勝利を挙げました。8分31秒片指固め。アキラに対しては心理戦を仕掛け、そして翔太にはストレートに技、ストレートに技によってダメージを与え、スリーカウントを出しと、まさにカズマ坂本としては理想的なスリーウェイマッチと言っていいんじゃないでしょうか。火炎隊道場のロゴの前で、カズマ坂本がにやりと勝利の笑みを浮かべて消えました。直接フォールを奪われたわけではありませんが、アキラとしてはがっかりです。第3試合30分一本勝負タッグマッチです。先に入場してまいりました浜亮太稲葉大輝組です。
ャンピオンとなったばかりの大和博士、レッスル1クルーザーディビジョン王者から指名を受け、次期挑戦者となっております稲葉大輝。そしてこちらは 1.24 第2オクロス後楽園ホール大会で岡林雄二が保持する BGW にて世界ストロングヘビー強座に挑戦する浜亮太です。いずれもタイトルマッチを控えてのチームとなります。さあ千葉といえばこの男を抜きにして語ることはできません。千葉県知事最有力候補とも言われております大和博士が入場してまいります。大会でこの日のパートナーであるアンディユーから奪取したレッスル1クルーザーディビジョンのベルトを掲げました大和博士が入場です。さあクルーザー級3人の中にスーパーヘビー級の浜亮太が入ったタッグマッチです。指名された稲葉自身が最も驚いたという次期タイトルマッチですが、大和博士はどういった意図でこの稲葉大輝を指名したのか。昨年は長期欠場に泣かされました稲葉大輝、復帰は果たしたんですが今のところ大きな実績は残しておりません。にもかかわらず大和博士、この稲葉大輝、まあ稲葉がその欠場中に苦しんでいる姿を傍目から見ておりました、近いところから見ておりましたので、稲葉がどれだけ頑張って復帰にこぎつけたか、それを大和は見ている、そういったものもあるのかもしれません。ベルトをかけて稲葉とやりたいといったそういった意識が大和の中にあったのか。その大和が三角締めで稲葉の動きを止めます。稲葉はそのまま押し込んで脱出することに成功です。黒対白の先発となりました。2.10 後楽園ホール大会、大和博士の初防衛戦として行われますレッスル1クルーザーディビジョンタイトルマッチ、大和博士対稲葉大輝。しかもその 1.10 後楽園ホール大会では鈴木小太郎がフリーとなりました。全日本プロレスを離れフリーとなりました鈴木小太郎が大和博士に挑戦表明をしながらそれを却下し、その後に自ら稲葉を呼び込み次期挑戦者に指名いたしました。鈴木小太郎には実績がないから実績を作れと言って却下し、そしてこの稲葉にはこれといった実績がないんですけども頑張りを認めたということでその挑戦を認めました大和博士です。さあ小一直線が交わされます。これに対し倒れ込み式のヘッドバット、先にヘッドバットを決めたのは稲葉大輝の方。612票の署名を集めアンディウに挑戦し一発で取りました大和博士です。チャンピオンとなった現在もその612名分の思い、そして気持ちを背負ったままリングに上がっております。大和博士、その大和の左の方を叩きました。それに対し稲葉の左の方を叩き返す。さあ張り手合戦となりました。おお、手数が多いのは大和の方、ぐらっときたのは稲葉の方。しかし稲葉、おお、なんとなんと縦横無尽にロープを使ってタックルで大和博士を倒します。そしてハーフボディスラムからすぐさまコーナーに座り、
ん、コーナー2段目からのヘッドバット放ちましたが、これはかわされてしまいました。よく見とりますよ、マトヒロシ。さあ、アンディ・ユーにタッチです。まあ、アンディとしてはちょっと複雑な、気持ちかもしれません。自分からベルトを奪っていった大和ヒロシとのタッグということです。現クルーザーディビジョン王者と前クルーザーディビジョン王者のチームとなっております、赤コーナー。そしてアンディ・ユーはなんと稲葉ではなく浜亮太を指名いたしました。3倍ほどの体重差があります。その相手に正面から向かっていく。クルーザーディビジョン王者時代にもこの浜亮太とシングルで対戦してるんですが、当然ながら圧殺されてしまいました。アンディ・ユー、さあクルーザーディビジョンのクルーザー選手の中に一人入った浜亮太。俺もクルーザーに負けないとばかりにクルーザー級のような動きを見せることができるか。さあスピードで翻弄するアンディ・ユーだが、これをキャッチ。さあ、とっ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 と。アバランシュ。いきなり225キロのその全体重をアンディに浴びせます。まずい、これはまずいです。一発でアンディの動きが止まってしまいました。そしてこのブルーフィールド、この近辺にですね、結構いろんなあの自動車整備工場とかありますので、浜亮太が倒れ込んだだけでその振動が自動車工場の方まで伝わってしまいます。そうするとこう置いてある備品とかそういったものが落ちてしまいますので、近隣住人の皆様には浜亮太には気をつけていただきたい。あと海援隊道場の愛犬であります大鉄が隣で寝ておりますので、今の振動でもしかすると起きてしまったかもしれません。それほどの振動がありました、衝撃がありました、浜亮太のアバランシュホールド。さあその浜が流れを変えて稲葉につなぎます。リング中央でキャメルクラッチ。さあレッスル1クルーザーディビジョン王者に挑戦する稲葉大輝、その前に前チャンピオンでありますアンディ・ユーから勝利を奪えば、これは大きな手土産となります。そしてすぐさま浜とタッチ、深追いすることがありません。2016年レッスル1の中で自分はレッスル1の火の玉ボーイと言われるようになりたいと抱負を語っておりました稲葉大輝です。クルーザーの D、おっと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 、またまたしてもまたしても浜亮太の振動が、スティームローラーが炸裂。どうも今日は揺れるなと言ってるんじゃないでしょうかね、近辺の皆さん。結構あのすぐ近くに通りが、あのバス通りがあるんですけど、そこも自動車がね、赤信号とかで止まってる場合は今の振動が伝わってしまってるかもしれません。さあ、青コーナーがタッチワークが早いですね。浜亮太からまたしても稲葉大輝に交代し、稲葉がコーナー2段目からのダイビングヘッドバットを炸裂させました。それに対しアンディ・ユーがようやく反撃開始。あ、しかしそれを許しません。今のところ青コーナーチームの優位に試合が進んでおります。アンディはこれを切り抜けてヤマトタッチしたいところを、いい動きを見せましたがエルボーが待っていた。ならばと今度は倒立式のヘッドシザース。そしてヤマトヒロシがコーナーポストをポン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 と叩き、右手を伸ばしてタッチ成立。よし行くぞと。さあ今や千葉の名手となっております大和ヒロシ。おっとスピア、ここからノーザンライトスープレックスホールド。稲葉が自力で返します。カウント2。
2015年も千葉県内の大会を次々と成功させました大和博史です。さあ一直線来るか、一直線いっちゃ、あー行かない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 、稲葉が呼んでいた、足を引っ張って無理、おー、しかし意地で一直線を決めようとする大和博史、コーナー上の攻防となりそうです。強引に稲葉を突き飛ばし、しかし突き飛ばされた稲葉はもう一度上がっていく、這い上がる稲葉、それを突き飛ばす大和、現在の二人の関係性が垣間見られるこのシーン、エルボーで落とします。まだ行くのか稲葉、まだ行く、まだ行く、やはり大和博史先輩の大和に食らいついていきます稲葉です。ヘッドバットを放つ、ようやく大和の動きを止めて、ここからなだれ式ブレーンバスターに持っていく。コーナー上の攻防は後輩の稲葉が制しました。そして稲葉浜にタッチです。さあよっしゃーと言ってタッチを受けました。この試合に関しては心は気持ちはクルーザーディビジョンか、スピードを生かしたコーナースプラッシュ、さあ座り込んでしまった大和博史、まずいぞこれは、うわー大鉄もびっくり、大鉄来るぞ来るぞ、狙いを定めて大鉄が炸裂スティンクフェイス、拍手喝采です。ブルーフィールド大和敗れるか、いやー左肩を強引に上げた、仕上げにかかる大きなプレス、これはかわす、危ないところでした。必死に手を伸ばしてアンディと交代、そして二人がかりで先ほど大きなプレスをかわされて動けないままの浜亮太を攻めてから、ああ一直線と、そしてアンディの今はギロチンですか、ダブルで炸裂しましたが、しかしこのボディのためあまり一直線が効いているようには見えない、一直線決めたまでは良かったんですけども、ボヨーンっていう感じで弾んでしまいました。ミサイルキック倒れない浜亮太、アンディのミサイルキックこれも倒れない浜亮太、もう一回一直線、これも倒れない倒れない、むしろ大和が厳しい、骨折り損の一直線となってしまうのか、うわーロープに飛ばすのも一苦労です。そして両腕ラリアット、大暴れ大暴れ、一人スーパーヘビー級浜亮太、1週間後には第2本プレス後楽園ホール大会で BZW 認定ストロングヘビー級のベルトに挑戦いたします浜亮太、喉は落とし、3回からの上からエルボードロップ、毒針炸裂、慌てて大和がカット、そして稲葉も入ります。ノーザーライトボムを狙う、しかし稲葉がこれをディフェンスし、万字固めオクトパスホールド、万字で大和が止められる、うわー大きどーぺしゃんこになってしまった、アンディ返せず、あっさつ圧勝浜亮太、体重差がそのまま出てしまいました。タッグマッチ30分一本勝負、12分19秒、浜亮太がアンディ・ユーに大木戸プロレスから、大木戸プロレスからスリーカウントボール勝ちです。クルーザーディビジョンのベルトを持った大和が、
稲葉に対し何かを言おうとしましたが、稲葉はその前に首相を返し帰ってしまいました。第4試合タックマッチ30分一本勝負です。ニューワイルドオーダー対トリガー。先に入場してくるのはトリガーの2人、河野雅之、近藤修司。現在のトリガーは4人中2人が欠場という、そういった事態です。芦野翔太郎、そして村瀬弘樹の若い2人が欠場中。まあユニット結成早々にね、ちょっとしたこれ危機に陥っているんですが、しかしこのベルトは手放しておりません。近藤修司と河野雅之、レッスル1タッグチャンピオンシップ現王者。セコンドにその欠場しているうちの一人であります芦野翔太郎がついております。やっぱブルーフィールドで見るとめちゃくちゃでかく見えますね、河野さんはね。さあブルーなこの会場内に赤のトリガーがやってくるという、かつて海援隊道場ではゲットとレイブというね、2ブランドに分かれておりまして、赤と青に分かれていた時代がございましたが、なんかそういった風景を思い起こさせます。まあ、現在その赤は、広東内選手が、継承しております。さあ続いて入場してまいります。ニューワイルドオーダー曽山ナムと今宵のパートナーは熊五郎。ソヤとしてはこの6日前の後楽園ホール大会で日野雄二にレッスル1チャンピオンシップ、そのベルトを奪われてしまいました。2015年下半期の立役者でした曽山学ですが、2016年に入るや否や虎の子のベルトを手放してしまいます。ここから巻き返しなるか、むしろベルトを手放したここからが重要です。ニューワイルドオーダーです。セコンドにはアキラの姿。そしてこのタックのベルトもモターといえば曽山ラブ、笠井純とのコンビで巻いていたベルトです。自分の手からこのベルトを奪っていった河野雅之、近藤修司との対戦。第4試合の先発は曽山ラブと、そして近藤修司です。スタートからワイルドコール。さあワイルドコールを一睨みで消してしまいました近藤修司。ロックアップでがっちりと曽山ナムと組み合います。先にヘッドロックに行ったのは曽山の方、片膝をつきます近藤修司。厚みのある、見るからに体に肉体に厚みのある2人、先ほどの浜龍太とはまた違った意味でのド迫力な攻防が期待できそうです。そこに長身の河野雅之、ヤングワイルドの熊五郎が絡みます。この第4試合
レスランチャンピオンシップシングルのベルトを奪われ涙を流した曽山学です。トリガーによって強引に切られてしまったその青ひげの方も徐々に伸びてきております。また元に戻すつもりなんでしょうか曽山学。さあワイルドと言いながらのチョップ、立ち上がりからチョップ合戦に展開しております。グラウンドの攻防を見せずして立ち上がりからこういった激しい打撃戦にダブルハンドチョップ3発で倒す。先制したのは曽山ラムの方、そしてこのポーズだ。河野が出てきたのを見て赤コーナーを振り返り熊五郎とタッチいたしました。さあこの長身の河野正之にどういった攻めを見せるのか熊五郎です。正面からエルボーでいきますがカウンターの2リフト、これぐらいで待っているわけにはいきません。しかし正面から行くのはもしかするとあまり得策ではないかもしれません。気持ちは変えますが、なんといっても相手はトリガーの河野正幸。やはりセンター花道に投げ捨てられ、それと同時に近藤修司が曽山ラムに襲いかかり光の速さで分断してしまいました。孤立した熊五郎、曽山ラムは救出することができません。さあこの固いセンター花道の上で河野は何をやるつもりなのか、膝蹴りで動きを止め、おーしかしランニングしてきたところをキャッチしてボディーサラムから先頭、よく見取りました熊五郎です。そして自らお客様に手拍子を要請し、花道の奥の方階段を下がって登ってもう一回行ったが、すごい音がしました。花道の上での先頭誤爆、リングサイドのお客様の表情を見ればどれほどの衝撃か伝わるでしょう。ああ落とされた。おもむろに突き飛ばして熊五郎を花道の下に落としてしまいました。気がつけば場外戦、これはトリガーのフィールド。いやー熊が木から落ちるということわざがあるように熊五郎が花道から落ちてしまいました。そしてああ捕まっております。2対1。さあトリガーの T シャツを着た少年ファンがトリガー優位な展開に北村でおります。そしてスマホでそのトリガーが活躍しているところを収めるつもり、トリガーメニアの少年。合計が5分経過。この年であれだけ不敵な笑みを浮かべられるあの少年は将来有望です。さあ気がつけば熊五郎劣勢の展開。先ほどの戦闘自爆が痛かった。ああいつの間にかコーナーポストが外されております。むき出しの金具に背中、いや腰ですか、腰を激突させてしまいました熊五郎。熊がのた打ち回っております。スタートのチョップ合戦では近藤修司を制した曽山学でしたが、後を受けた熊五郎が捕まってしまう展開。あ、またしても固い金具。そしてさっとコーナーポストを戻します近藤修司。意外と手先が器用です。
思い起こせばニコプロス戦前にいきなりステーキでステーキを食べた時もあのフォークとナイフのさばき方使い方あれが非常にスムーズでした。近藤修二もしかすると手先が器用かもしれません。ステーキの切り方の達人のような見本のような食べ方でした。さあフライングメアからサッカーボールキック、熊五郎がペースをつかめません。さあ見かねた曽山ラブが救出に入れないので攻めてもとばかりに熊五郎コールを誘発させますが、ああ降り始めたかなと思ったらすぐに止んでしまった。小雨のような手拍子のみに終わってしまいました。熊五郎コール広がらず、ならば自分でやり返すしかない。バックエルボー流れを変えるしかない。ドロップキック正面飛び、さあ返したぞ返したぞ、腰を押さえつつもソヤにタッチできるか、タッチ成立。さあソヤが入ってまいります。串刺しのラリアット、そしてブルドッキングヘッドロック。さあワイルドショルダーネックブリカー、そして DDT を同時に、ショルダーネックブリカーと DDT を同時に決めて試合権になる近藤に追いかぶさる。しかしカウント2。さあワイルドワイルドという黄色い声援も聞こえてまいります。ブルーフィールド正面から手先にラリアット、おお倒れない、ワイルドに倒れない。唇を震わせながら向かっていったか、マンハッタンドロップ、すぐさま DDT につなぐ近藤修司。そやという声は聞こえません。全てがワイルド、世間的にもそやイコールワイルドということなんでしょう。フロントアイキックをかわしてフライングラリアット。さあここで自ら手を伸ばし熊五郎が入ってくる。まだ腰は痛めてる模様だが、串刺しのラリアット、そしてもう一回、あしかし自らコーナーに飛んだ時にコーナーに自分の背中を激突させて痛がっておりました。それでももう一回行ったブレインバスター、後先のことを考えておりません熊五郎。流れを変えることができたか、ニューワイルドオーダー、二人がかりの攻撃、ぐらつく河野にサンドチラリアット。さあ曽谷が指示を出します。クロスボディー、ランニングクロスボディーからフォーリッター、カウント2。しかし河野の動きを止めることには成功。10分経過、ここはこのまま勝機に 勝利に持ち込むことができるか。熊が行く熊が行く、あしかしラリアットをディフェンスされ強引に河野が自コーナーへ。あ熊の動きが止まってしまったのでここは孤立してしまいます曽山ラブ。しかし一人で二人を相手にワイルドと言いながら、ちょっと、しかし、両腕でチョップを放とうとしたところ、ガットショットで動きが止められる。しかし、それでも、ラリアットいけない、いけない、いけない。そして、バックドロップと、チョークスラムの合体技。これはトリガー。いい気のあったプレー。さらに、熊五郎にも一発。まずい、熊五郎。左腕を上げる。しかし、タイニー。河野がホールに行く。なんとかそれがまあもうカットに入りました。流れるような攻撃、攻めを見せてるな、トリガーの方。デスバレーボムで反撃する。入ってきた近藤にもラリアット。もう一回ラリアット相打ち。さあ、この右腕合戦を制すのはどちらだ？熊五郎が、なんと、どちらでもない熊五郎だった。ソヤでもなく、近藤でもなく、熊五郎が、ラリアットで近藤を倒し、
そしてリング内残った河野に襲いかかる。さあ、あっと驚くような結末を見たいところ、この試合。それは熊が勝つことだ。ダイビング戦闘、ガタエビに固めるがカウント2。河野もまだまだ3カウント許しません。しかしチャンスです。熊五郎勝機です。先ほどはコーナー2段目でしたが、今度はコーナー最上段からの先頭を狙うか。ダイビング先頭、あー、かわされた。そして弾んだ。おっとおっとおっと、反対側では近藤が待ち受けてる。獲物を狙うランサム制限で持っていかれた。もう一度チョークスラム、そしてフォーリック、そや間に合う。まだ決まりません、まだ決まりません。しかしまたしてもそやが場外に落とされる。もう助けは求められない。ネックハンギングボム、熊ごろ右肩を上げます。ああ、しかし虫の息だ。熊が虫の息、そこにランニングに顔面を打ち抜いた。これは返せず。まともに熊五郎の顔面に河野正幸の鋭い鋭い膝が炸裂いたしました。12分50秒、ランニングにアタックからの3カウント、河野正幸が熊五郎にフォール勝ちです。そしてレッスル1タッグチャンピオンシップのベルト、ソヤに見せつけます。さあ、もう一度そのベルトをかけてやれということをアピールしてるんでしょうか、ソヤ学。しかし相手にいたしません。トリガー勝利をせしめて先に退場いたします。前線虚しく敗れた熊五郎を解放し、曽山学。しかしこれはさすがにワイルドがっくり。さあ、セミファイナルでございます。第5試合、こちらシングルマッチとなります。30分一本勝負。先に入場してきたのはジャケットの黒潮イケメン二郎です。花道を側転して入場してまいりました。ブルーフィールドの空気が一瞬にして変わりました。お、これは少年ファンと一緒に入場してきております。なるほど、この少年ファンも将来イケメンになるということでしょうか。さあ、引きのカメラの前に持ってきて、近くに持ってきて、その少年のイケメンフェイスをニコプロ民の皆様にアピールいたしました。黒潮イケメン二郎、この年でイケメン認定というのも将来が有望です。そしてさらにその少年を花道に投げましたが、なんと、おっと、拒否した拒否した。少年はイケメンがやろうとしたことを拒否して客席に戻りました。なんとマナーのいい少年。大人の方がマナーが悪いということでしょうか。さあ、気を入れ直して、今度は女性ファンの持っているこのボードでしょうか、それともこれはクリアファイルでしょうか。これを持ってまたしても引きのカメラの前に持ってまいります。ジャケッツの応援ボードですね。いやー、あの少年ファンは、なんすかね、別のユニットのファンなんですかね。入場するだけしといて、花道の上に上げられたら、そのまま反対側に去っていきましたからね。
まあそれでもね、黒潮イケメン二郎めげません。逆に笑顔を振りまいて場内を温めております。イケメンさんちょっと髪の毛切ったんですかね。これぐらいがいいんじゃないですかね。あんまり長すぎのもあれなので、せっかくのイケメンが隠れてしまうので、動くとこれぐらいの髪の毛の長さがベストだと思われます。ようやくリングイン。黒潮イケメン二郎、2016年もイケメンを貫き通します。赤コーナーより開入場。この黒潮イケメン二郎 2.1km 後楽ホール大会から7番勝負がスタートするんですが、まあ、それに先立つ形でシングルの連戦が組まれております。本日の相手は甲斐で、この日の翌日静岡県の清水では河野正幸対戦し、 8.24 川口では中野への安組とのシングルマッチも組まれております。まず甲斐は自ら持ってきたその椅子の上に座り、そして今度は椅子の上に立ちました。この椅子を使おうということなんでしょうか。しかしこの試合はハードコアルールではございません。椅子を使おうとすれば村山大地レフリーが厳格にチェックすることでしょう。ならばこの椅子をどこかに隠さなければいけません。客席の一つというふうに見つかけて、おシュープロのインドカメラマンに座ってくださいと。何でしょうか。インドカメラマンには座れと椅子を用意し、そして、ニコプロの波彦さんには椅子を用意しないという待遇の違いが出ております。まあ、この辺も格差社会という通称マスコミ内の格差社会。シュープロのベテラン記者インドカメラマンには椅子を用意し、波彦には椅子を用意しない会。まあ、これは仕方ないですね。本日のセミファイナル、シングルマッチ30分1本勝負を行います。青コーナージャケット180cm 80kg 黒潮イケメン二郎。青赤コーナー180cm 100kg 甲斐氏の反応も全く対照的です。甲斐と黒潮イケメン二郎、昨年夏に行われましたWRESTLE-1グランプリ、こちらで対戦した時には黒潮イケメン二郎が当時のWRESTLE-1チャンピオンでありました甲斐から金星を挙げております。番狂わせを起こしました黒潮イケメン二郎。もう甲斐に対する苦手意識はないでしょう。高橋のゴンが鳴らされ、早速怒ったイケメンコールに対しそれに応えます。そのイケメンコールを強引にロインディー軍の三富正幸と翔太が消しにかかっております。しかしそれでも甲斐にとっては不満そう。まだ声が足りないと。せっかくイケメンコールを消したセコンド陣に対しまだ足りないと言っております。甲斐どれだけハードルを高くしているのか。女性ファンからイケメンイケメンと黄色い声。コールの量に関してもイケメンには負けたくないのでしょう。負けず嫌いの甲斐。さあシングルで不覚の一敗を喫しているだけに、甲斐としてはこの試合きっちりと黒潮に借りを返したいところです。通常のルールですが、このようにストリートファイトスタイル、ハードコアスタイルでリングに上がっております甲斐。もうなんか赤のね、ロングタイツの頃がもうなんか懐かしく感じます。
今やすっかりこのスタイルが板についたと申しますか、日本のディーン・アンブローズというか日本の桜花剣というか、場外に出て間合いを取ります。これは何のために、何のためにこれ間合いを取ってるのか、ああお客さんを沸かせるためでしょうか。今のようなやり取りは、何も言わずに、見入ってるのが一番でございます。非常に見ての通りな、やり合いが今展開されました。リング内に戻った2人、ヘッドロックで動きを止めたのは甲斐の方、応援合戦互角と言っていいでしょう。ここから自分の世界に相手を引きずり込むのはタイなのか、それともイケメンなのか。タックルで吹っ飛ばされ、すぐさま立ち上がるイケメン。もう一回タックルでいく。そしてイケメンも再び。さあ、これを嫌がりましたタイです。おー、ロープに飛ばされたイケメンがそのままロープを飛び越えました。そして先ほどタイコールを強要されたちびっこファンに今度はイケメン。ああ文句言ってるんですね。まああの子もね、まだ人生経験そう深くないにもかかわらず、2人の大人にコールを強要されて大変です。さあフィニッシュ宣言が出た。ああしかしフィニッシュさせない、させない、倒らす、まずい、大丈夫かな、今の変な落ち方しましたけども、イケメン二郎大丈夫でしょうか。かかとのあたりから落ちてしまいました。下は先ほどから申し出ましている通り非常に硬いこのセンター花道、バランスを崩した黒潮イケメン二郎をリング内に無造作に放り入れます。試合時間5分経過。さあ一応リング内に入れたイケメンを、あーイケメンがこれまたバランスを崩してもんどり打って客席の中に、引きのカメラの間近、いやつか真下ですね、これ完全に引きカメラの真下で場外戦が繰り広げられております。あまりの甲斐の攻撃のその威力によって黒潮イケメン二郎が時間を置いて吹っ飛んでおります。滞空時間の長いやられ方、そしてこれはブルーフィールドの壁のあたり、ここ、木なんですよね、これね。そしてこの櫓のところまで来ました。ああ櫓の中入ってしまいましたね。さあ櫓の中に閉じ込められてしまった、これ脱出しなければいけません。黒潮イケメン二郎カウントセブンティーンです。なんだ間に合わず、6分2秒リングアウト負け。一瞬そこで間に合ったかと思われましたが一歩足りなかった。村山大地レフリーしっかりと場外カウント数えており、20カウント黒潮イケメン二郎リングアウト負けです。唖然とする黒潮イケメン二郎、今のはなしときはばかりもう一回と言っておりますが、勝ったのは甲斐ですからね。
まあ、甲斐はこれ勝ったわけですから。お、しかし甲斐の様子もおかしいぞ。負けたイケメンは納得できず延長コール。これよりシングルマッチ延長戦、時間の制限。おお、なんとなんと甲斐も延長戦に同意したということで延長戦になりました。で、まあ、延長戦というよりも再試合ですよね。一度は勝敗がついておりますので、これは再試合という形になります。まあ甲斐もそしてイケメン二郎もほとんど何もやってないまま試合が終わってしまったので、プレイヤーとして納得がいかないということでしょうか。なんか甲斐が怒って、めちゃくちゃ怒ってるんですけど、何でしょうかこれは一体。お前あれごときでリングアウトするのかという、そういうイケメンに対する怒りか。しかしあの櫓にイケメンを放り込んだのは甲斐です。抑えて抑えてと言っておりますね。え、なんだ、お客さんに抑えてって誰一人立てそれに対しやろうといたしません。誰も甲斐の要求を聞かない。仕方がないので甲斐一人で行く。ランニングフロントキック、ああ後頭部をシャッターに打ち付けました。黒潮イケメン二郎、鈍い音がいたしました。さあ村山大地レフリーがこの空気を何とかしろと言っております。プレイヤーに対し空気を何とかしろというレフリーもなかなか珍しい。さあ後頭部をしたたかにシャッターに打ち付けた。少年時代思い出したか、黒潮イケメン二郎。人間一度は子供の頃シャッターに頭をぶつけることがあると思われますが、なんとか、ああ二度リングアウト負けを喫するところでしたが、なんとかリング内に転がり込む。さあそれを黒潮イケメン二郎をコーナーに逆さずりに固定し、そしてガラ空きのイケメンにテイクドロップキック。まあ甲斐としては先ほどね、まあこれ田中瑞穂選手の真似をしておりますね。イケメンが持ち込んだ手鏡に自分の顔が映るや否や前髪を確認しました甲斐。カウント1で返すイケメン。まあ、先ほどのこの再試合の前の本戦の方を振り返りますと、ブルーフィールド内にある櫓の中にイケメンをぶち込みました甲斐。まあ、要はそれはリングアウト勝ちを狙うための作戦だったんです。そしてその作戦が見事に当たりました。場外カウント20以内にイケメンが帰ってくることができず甲斐の勝利となったんですが、作戦が成功したにもかかわらず1プレイヤーとしてよくよく考えるとまだ自分は何もやってないうちに勝ってしまった、その現実が甲斐に再試合に号を出させたのでしょう。一度は勝ってる甲斐が再試合を要求、そして負けたイケメンも再試合を要求。その結果このような試合になっております。さあバッククラッカーからホールに行く。カウント2。さあイケメンとしては一度は負けた試合、もう失うものは何もありません。さあ何度目かの不飲酒宣言から突進しましたが、甲斐がこれをかわしてドロップキック。またしても場外に落ちる黒潮イケメン二郎。さあ何かセコンドに翔太と三富に何かを指示出しております。抑えろということですね。さあ逃げ場のないようにして、イケメンを逃げ場のないようにしてとプランチャ、あーしかしかわされしまった。プランチャスイシーダーに行きましたが最終的にはかわされ、翔太と三富を誤爆です。ああ言うことを聞かない、ちゃんとやらなかったセコンドを怒っております、叱っております。
カイが叱る、カイが叱る。おしかしそこにイケメンが、ラ・ケーブラーだ。こちらは成功。そしてカメラの目の前に来て行くぞと、まあ、プロレーサーの皆様ね、近寄りすぎると映像っていうのは光が当たらず、暗くしか映らないっていうのが頭に入っておりませんので、こうなってしまいます。ミサイルキック、場外戦で流れを変えたのはイケメン。それイケメンクラッチ。さあ父親から教わったこのイケメンクラッチ、カウント2。5分経過。さあ流れを変えることができたか。先ほどの抑えローがカイにとって裏目に出てしまった。気がつけば流れはイケメンの流れに。しかしイケメンが突進したところにカウンターのラリアット。ブレインバスターに持っていく垂直落下。しかしイケメンこれを返します。一度はシングルで勝った相手カイに対し、苦しいイケメンジロー粘っている。本戦はリングアウトで負けてしまいましたが、この試合で勝てばチャラにできます。突進かわすエンズイ、ぐったりしておりますカイ。ガラ空きの後頭部にエンズイ切りを炸裂させます。さあその手鏡はカイの背中を映しております。その手鏡の前でナドル式フランケンシュタイナー、鏡を鏡と言わんばかりにナドル式フランケンシュタイナーカウント2。盛り上がってまいりましたブルーフィールド。トランスキック、カイの目がひんむいておりますがカウント2で返す。さあまたしても手鏡の前でイケメンサルト。あーしかし剣山が待っていた。いい流れでイケメンサルトに持ち込んだんですが、最後の最後土壇場のところでカイがそれを許しませんでした。座り込んでのエルボー合戦。さあ相変わらずブルーフィールドの黄色い声援はイケメンに集中しております。さあ気合を入れて蹴りをキャッチしたカイが、おおジャンピングハイキック顔面に。しかし倒れない、イケメンが倒れない。イケメンにも意地がある。トラースキックでやり返します。しかしカイも倒れないぞ。カイも倒れずジャケットをわしづかみ、いけないいけない。おーっとそのジャケット脱いだ。おなんだ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 、ジャケットを取り合っている。あーこれうまい、視界を遮ってのトラスキック、これはうまかった。イケメンのイケメンにジャケットが乗ってる間にスプラッシュプランチャー、スリーカウント。ここが違うと頭の違いを見せつけましたカイ。さあ1試合も制しましたカイ。そして手鏡に自分の顔を、そこに手鏡をやっても見えないと思いますが、最後はなんと黒潮イケメン二郎の代名詞であるジャケットをイケメンの顔にかぶせ、視界を遮ってのスプラッシュプランチャー。8分6秒、再試合の方は8分6秒片指固めでカイの勝利。この試合によってカイは2勝を挙げたことになります。さあループするカイの入場テーマ曲、再試合を要求したにもかかわらずその再試合でも敗れてしまいました。黒潮イケメン二郎、7番勝負スタート前にこの試合に勝ちたいところでした。しかしその一度は脱がされたこの派手派手な
ジャケットを再び羽織ってリングを後にいたします。これよりメインイベントを行います。青コーナーに加藤林、田中実入場。レッスル1ブルーフィールド大会のメインイベントタッグマッチ60分1本勝負です。 2.10 後楽園ホール大会でレッスル1チャンピオンシップのベルトをかけて対戦する2人が前哨戦。まずは新チャンピオンになったばかりの日野裕二にチャレンジいたします。田中実が数林とともに入場してまいります。曽谷学を下し、レッスルワンチャンピオンシップ新王者となった日野裕二の前に立ちはだかったのはなんとクルーザー級の田中実でした。誰もが驚いた挑戦表明。バリバリのスーパーヘビー級の日野裕二に対し、そのベルトを取ると宣言しました。キャリア22年のこの男、今宵のパートナーは数林。 1.31 大阪で UWA 世界6人タッグ王座決定戦にも臨みます。その信頼できるパートナーとブルーフィールドに乗り込んでまいりました。田中実、赤コーナーより野沢の会日野裕二入場。リアルデスペラードのテーマ曲としてアレンジされました。このテーマ曲ブルーフィールドに帰ってまいりました。何度も何度もこの空間で聴いたこの曲がアレンジされ、そしてあの男がこのブルーフィールドに帰ってまいります。なんと海援隊道場のロゴマークを背に入場するシーンが再びやってくるとは。先に入場はパートナーのロサーロンガイ。そしてレッスル1チャンピオンシップのベルトを肩にし、日野裕二がブルーフィールドに凱旋です。田中実の前に堂々と立ちはだかり、ベルトを指差し、お前には取れんと言わんばかりのこの仕草、やはり日野への大声援です。あ、やはりブルーフィールド海援隊道場所属地から日野を応援してきたファンでしょうか。60分一本勝負を行います。アコラ173センチ、83キロ、チャンピオンシップ次期挑戦者175センチ、76キロ、田中実。さあ田中実、どういった賞賛があってこの日野裕二に挑戦を表明したのか、この試合で垣間見られるか。野沢ロンガイ、リアルデスペラードに大砲を引っ張ってきたこの野沢ロンガイ、チャンピオンシップ王者、178センチ、110キロ、日野。レッスルワンの至宝はこの男のもとにあります。日野裕二、昨年10月に海援隊道場を退団しフリーとなりました日野裕二。まさかその3ヶ月後にレッスルワンの最高峰のベルトを手土産にブルーフィールドで帰ってくると誰が予想したでしょう。3ヶ月前までは見慣れた光景、しかし今では新鮮に映ります。海援隊道場のロゴマークをバックにリングに上がる日野裕二。先発は 2.10 後楽園でこのベルトをかけて対戦する2人です。
さあまずはローキックから入る田中みのるに対し、わあ今ローチョップを狙いました。日野雄二、日野雄二のチョップのバリエーションの一つでありますローチョップ、相手のももを思い切り叩くこのチョップ気をつけなければいけません。それに対し田中もローチョップ、さすがに警戒しております。このローチョップ一発で、あまりの痛みにあの関野隆一がチョップ一発でこのブルーフィールドの外を50メートル走ったという、そういう都市伝説も千葉にはあります。人は痛いと無意識に走ってしまいます。田中実も走らされる可能性大、それだけに食らってはいけません。ロックアップ押し込む、来る風圧、画面越しにも風圧が伝わってまいりました。あれを食らってはならない田中実、今日は振動といい風圧といいブルーフィールド大変です。ひねられてしまいました田中みのる。サブミッションはどちらかというと田中みのるの土俵なんですが、これだけパワーが違うと、見てくださいこのリストロック、脱出できるか、ドロップキック、ぐらついただけで倒れません日野雄二です。常に日野雄二このリング中央自分のポジションを取っております。その周りを動くのは田中みのる、チャレンジャーの方、追い込まれる追い込まれる、赤コーナー気がつけばすぐその後ろには野沢論外、まるで爬虫類のように雰囲気を消して田中みのるの背後に立っておりました。なんとかここを脱した田中みのるが風林とタッチです。さあ相手が数ということで、ノーサーランガイ立ち上がりからテクニック勝負か、動きを止めたのは数の方、形を飲んでブルーフィールドのお客様が見つめております。さあスピーディーなアテン攻防になってまいります。どちらも引きません。赤コーナー側に控えていてもう不気味な存在感をビンビンに走っております日野雄二。確かにわずか3ヶ月ですが、3ヶ月前の日野雄二ではないオーラ、これがレッスルワンチャンピオンシップのベルトの魔力なのか。さあスピーディーな動きで翻弄しかけた風林ですが、ノーサーロンガーに捕まってしまいました。リング中央です。変形のまんじ固めのようになっています。ここから十字架固めカウント2、流れるようにクロスフェースに持っていきますノーサーロンガーです。風林がじわりじわりとロープに近づき、右足をサードロープへ、もちろんこれはエスケープです。しかしノサロンがすぐには離しません。村山大地レフリーが反則カウントを取ったところでようやくブレイク。じゃあ風林が巧みにノサロンがの打撃をかわしております。向きになるノサロンがですが、それが裏目に出てしまっております。相手の動きをよく見る作戦に出たか、ケブロドオーラコンヒーロー。
沢の動きを止めることに成功し、田中稔にタッチです。さあ、この風林、田中稔、ここに田尻を加えたトリオが 1.31 大阪大会で UWA 世界6人タッグ王座決定戦に臨みます。UWA といえば、この田中稔はかつて UWA 世界ミドル級のベルトを巻いたことがあります。おお、これはちょっと日野としては油断しました。まさかロープに振られた田中稔が自分のところに飛んでくるとは思わなかった。低空ドロップキックを食らいましたが、しかしそれほどのダメージは負ってない模様。Gコーナーに近いところで野沢の動きをスリーパーで止めております田中稔です。そして左手を伸ばす風林とタッチするか。やはり相手に日野がいることを考えると、このクルーザーコンビはタッチワーク早い方がいいでしょう。極力自分のスタミナの消耗を抑えて自分たちのペースで試合を進めたい。さあ、ロープ越しのアトミコを落としました風林です。今のところリアルデスペラード、セコンドの一馬坂本、そして土井浩二も慌ててる素振りはありません。何よりも日野裕二、異様なほどに慌てていない。一体どうすればこの日野裕二を慌てさせることができるのか、それもこの試合のポイントの一つとなりそうです。正面からのガットショット連打、さあ、ぬか道路からライオンサルトに行くが、剣山が待っている。さすがにやられっぱなしではない。おお、しかし剣山を出したノサーロンガイの両膝にも負担がかかったか。しかし頼りになる大砲がおります、リアルデスペラード。4番バッターの日野裕二が入ってきた。そしてチョップ、久々に鳴り響く、ブルーフィールドで鳴り響く日野裕二のチョップの快音。一発で場外に落ちて悶絶する風林。そちら側赤コーナーということで、リアルデスペラード側のコーナーなんですが、分かっていても場外で息を整えざるを得ない、それほどのダメージがある。さあ、こちらはあー、田中稔が行ったんですが、これもチョップ一発で吹っ飛ばされてしまいました。さあ、そして背中へのチョップ、もみじチョップが風林を襲う。隊員隊道場の歴史の中で何度となく数え切れぬほど刻まれてきたこの日野裕二のチョップの快音。耳を澄まして聞き取るノサロンガイ、そのノサロンガイの鼓膜にも体温が響いている模様。ニオンザベリーでホールに行くがカウント2。さあ、チョップだけで流れを変えてしまいました。そしてノサロンガイにタッチです。自分の一仕事を終えた日野裕二、余裕をかましつつ赤コーナー側に下がります。さあ、こうなると風林、田中稔組、なかなか厳しい流れです。これは背後からどうやらショルダークロー、カルテットクラッチ、ショルダークローで風林の動きを止めている。なかなかクラシカルな技を使います。そして一本足続き、チョップで行くんですが、あー、10分経過。さあ、今のところ日野裕二ほとんどチョップしか出しておりません。このまま投げっぱなすぞ、投げっぱなす、ホーラーウェイスラムで風林を軽々と吹っ飛ばし、体固めていきますが、なんとかカウント2で返す。
さあ、まだ中指は突き立てない。まだ中指は突き立てません。 G コーナーに、赤コーナーに笠林を運んで、そしてパートナーのノサーロンガにタッチいたします。ここは一人で頑張らなければいけません。ノサーには効いてるんですが、おおおお、ちょっと日野もグラッときたか。あ、しかしわしづかみにして、ふんづかまえてエルボー一発。なかなか笠林、田中実とタッチすることができません。おー、振り振ってのバックエルボー、やりますか。中指を突き立てから先頭、ここは田中がカットに入ります。救出に入りました。しかし救出に入られてフォールを邪魔されても余裕自体が日野雄二にとっての武器なのか。全く勝つとしては反撃を試みたいんですが、力がこもっておりません。これを受け流す日野雄二、チョップを出せば当然日野のチョップが返ってまいります。相手の得意技であるチョップを誘発させてしまう形なんですが、この辺はプレイヤーとしての意地、レスラーとしての意地、カズハヤシ、しかしそのカズハヤシの意地も一発のチョップで吹っ飛ばしてしまいます。コンプリートショット、日野のガラ空きの顔面をコーナー2段目のコーナーポストにぶち当てることに成功。さあ、一瞬カズマ坂本が一歩動きました。一瞬ヒヤリとしたのか。この間に田中実がタッチ、行くぜ千葉と宣言して、あ、しかしいけないいけない。コーナー2段目ミサイルキック、ぐらついただけ倒れない。そして野沢にもドロップキック、孤立した日野に突進していく。そばっと距離を取ってテイクドロップキック、左の膝、これはさすがに痛かったか、これはさすがに効いたか。さあ、これまでの歴戦の中でヘビー級あるいはスーパーヘビー級攻略法、こういったものを体得してきた田中実、その田中実をフロントスープレックスで投げっぱなします。かつてバトラーズ時代は熱血大巨人と言われたビクター・クルーガーを攻略することに成功しております。田中実のヘビー級攻略の原点はその試合と言っていいでしょう。あの時はカナディアンバックブリーカーで持ち上げられたところを腕しぎ十字固めで切り返し勝利を挙げております。そういった過去があるだけに自信を持って日野雄二からベルトを奪還することを自信を持って挑戦表明いたしました田中実です。しかし時代は流れております。果たしてそのヘビー級攻略のその技術が日野雄二に通じるのか、これは2月10日コロケンホールやってみないと分かりません。さあ、カズ林の協力も得て下半身への攻撃を連発し、そして膝十字固めに取りました。救出に入ろうとした野沢論外をクロスフェースで動きを止めますカズ林。膝十字捉えられてるにもかかわらず立ってしまった。そしてチョップ足元に絡みついた余計なものを振りほどくかのようにチョップを放ちます。しかしダウン状態の日野雄二に今度は風林が襲いかかる。試合時間15分経過いたしました。メインイベント、これはレッグロックに行ってますか。レッグロックですね。しかし自由になった野沢論外がこの風林を止めにかかります。うるせえとエルボー一発。カズとしても田中のサポートばかりではなく散々やられた日野雄二に対しやり返したい、これも一プロレスラーとしての意地でしょう。しかし野沢がそれを許しません。
もう一度その野沢をエルボーでぶち倒し、必要に左膝を狙います。レッグロック。今度はフロントキックを放ちます。カズハヤシ、野沢にも意地がある。カズの意地と野沢の意地が正面からやり合いましたが、フライングにいるキック、そしてロープに飛ばす。コートラリアットをかわした野沢ロンガイ、その野沢をトラスキックで止め、ブレンバスター狙うが西ノックドライバー2、ブルーフィールドのど真ん中で西ノックドライバー2を炸裂させました。野沢ロンガイです。さあここでようやく試合権利を持つ田中実が入ってまいりました。しかし前に出たところ剛腕が炸裂、そしてこの不敵なエミ、動きを止められてしまいました田中実です。ぶん殴りラリアットから髪の毛を掴んで剛に立たせる。おっと、ここでファッキンボムに行くのか、決めるつもりか、ファッキンボム、ファッキンボム、背後に着地、振り向いたところにハイキック、そしてスプリングボードキック、ぐらつく日の倒れない、その倒れない踏ん張る日のブレンバスターダブルで持っていく。バウンスキックで日のをダウンさせる。フォーリー行く、しかし日のの目は死んでない。カウント2だ。ここはチャンスです。田中実、動きの止まった日の有事に、こっから BDF に行く、ダイビングフットスタンプ、カウント2、おー、すぐさま膝十字に行った。さあリング中央膝十字、カットに入ろうとした野沢ロンガイの足を引っ張り、風林がこれを邪魔いたします。こうなると日野は自力でこの膝十字から脱出しなければいけません。ああ、しかし野沢が間に合った、パートナーの野沢が間に合う。先ほどから集中的に下半身を攻められているので、日野としても無傷ではない。さあどう攻略するのか、ヘビー級の日野裕二をどう攻略するのか。ローキックに行くが、これを受ける、受ける、日野裕二は受ける、キャッチして日野スープレックス。動きを止めたのは日野の方だ。ファイアーマンズキャリーで担いでバックフリップ、体重を浴びせるバックフリップ、返せるか、カズがカット、田中の動きは止まったままです。リング中央にダウンするな、田中の方、自らロープに飛んでラリアット、しかしこれをかわしてグランドコブラツイストホールド、 2.8 チャンス、チャンスじゃない、チャンスじゃなかった。突進したところに待っていたのはラリアット、打ち返したのは日野裕二、しかしカウント2、人間が前に出るところ右腕一本で打ち返した日野裕二、バッキンボム、くる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 、バッキンボム、ブルーフィールドが揺れた。スリーカウント、3ヶ月ぶりにブルーフィールドに勝利を刻みました。日野裕二、現レッスル1チャンピオン王者、前哨戦でチャレンジャーである田中実から直接ピンホールを奪いました。日野裕二死刑のテーマ、これがブルーフィールドに流れております。田中、
よう分かったよ。俺に挑戦するっていうことはどういうことか。でもなお前な、お前カード決まったね。見えないぞ。手打っても投げても分からへんか。まあタイトルマッチはこれ以上のボコボコにしたのか。おいセコンド、あいつに帰れ。フラフラだお前、ちょっと帰ったんだお前。ブルーフィールドの皆さん、日野雄二がレッスル1のチャンピオンになって帰ってきたぞ。久々に帰ってきても決め台詞は同じです。このボケどもかと。そして中指を突き立てました日野雄二。リアルデスペラードの一員としてこのブルーフィールドに帰ってまいりました。ロサーロンガイ、土井浩二、そしてカズマ坂本と喜びを分かち合い、勝利を分かち合い、そして花道を後にいたします。かつては見慣れた光景、しかし違うのはその日野雄二の周りを黒と赤が染めていることです。そこに青はございません。さあ前哨戦でチャレンジャーである田中稔から直接ピンフォール勝ちを奪いました。田中稔としてはもう後がない状態で 2.10 後楽園ホール大会を迎えます。さあ以上でございます。 1.16 千葉ブルーフィールド大会全試合、ご覧になっていただきました。それではいつもの通り、ベストバウトでございます。皆様が選びましたベストバウトはどれになるでしょうか。本日は全6試合、セミファイナル本戦とそして再試合として行われましたが、この2つを、合わせて、投票していただきたいと思います。なので、仮にですね第5試合の本戦の方6分、で終わってしまった、リングアウト勝ちのやつが本日のベストバウトだと思いましたら5番に、そしてその後に行われましたスプラッシュプランチャーで、カエ選手がイケメン選手から3カウント奪ったのがベストバウトという方も5に入れていただきたいと思います。まあ、実質7試合あったことになるんですけどね、本日はね。けど矢倉のあのね骨組みのところにぶち込まれてそのまま帰れなかったっていうのはおそらく海援隊道場の大会でもちょっと見たことがない光景でしたね、あれはね。ブルーフィールドの常連の皆様、もし過去に同じような光景があったということが見たことがあるという方がいらっしゃったらちょっと、コメントで流していただきたいんですけども、僕は初めて見ましたね。まあ、そういう、なかなか、見られないレアシーンが見られたということでございます本日。はい、それでは見てみましょう。せーのドン。ベストバウトはメインイベントですね。田中稔、カズ林対日野雄二のサーロンガが 44.2%、 そして、2位がセミファイナルということで、まあ、2試合分ということもあるのかもしれないですけどもね、32.4% と結構僅差でございます。僅差ということでもないか、 12% 差があるのか。解体黒潮イケメン二郎、イケメン戦はね、1つの試合で2敗してしまったわけでございますけども、32.4% の皆様に、ベストバウトとして選ばれました。そして3位が第4試合の曽山学熊五郎対河野正幸近藤修二 14.7% となっております。ご協力のほどありがとうございました。さあレッスル1でございますけども、2月10日後楽園ホール大会に向けて現在各大会が行われております。今のところ発表されております 2.10 後楽園ホール大会のカードはレッスル1チャンピオンシップ60分一本勝負、日野雄二に田中稔が挑戦、日野雄二第7代王者初防衛戦となります。レッスル1クルーザーディビジョンチャンピオンシップ60分一本勝負、第3代王者大和博史初防衛戦、大和博史に井川大輝がチャレンジいたします。それとスペシャルシングルマッチ、同期対決でございます。甲斐対真田誠也、はい、
今日ね皆様にご覧になっていただいた試合の経て甲斐は真田誠也って一体どういった試合を見せるのか楽しみでございます。もう一つスペシャルシングルマッチ、アンディ・ウー対鈴木小太郎、現チャンピオン、クルーザーディビジョンチャンピオンシップ王者であります大和洋の注文を受けまして、実績作りのために前王者でありますアンディ・ウーとシングルマッチを行います鈴木小太郎です。さらにイケメン試練の7番勝負として行います第1戦、黒潮イケメン二郎、相手はウルティモドラゴンでございます。いやー、第1戦からすごい大物ということでございまして、今後この7番勝負、なかなかおっと思うような相手が、出てくるんじゃないでしょうかね。果たして初戦ウルティモドラゴン、ウルティモ校長相手に勝利を挙げることができるのか、黒潮イケメン二郎です。さらにスペシャル6人タッグマッチ、武藤敬司、あけぼの和林対ザ・グレート歌舞伎、浜亮太、上谷秀吉、なんとスモップ対決でございます。スモップのあけぼのと浜亮太、スモップ再結成ではなく対戦する側として、対峙することになります。スマップの方はね、解散しなかったわけでございますけど、あけぼの浜亮太の方は、まあ、解散したわけではないんですが、対戦する側にもあるということでございます。しかも、その中にグレート歌舞伎、さらに上谷秀吉、大日本の、浜亮太と BGW に行ってタッグのベルトを持っております上谷秀吉がこの中に入るということで、武藤敬司と上谷秀吉の絡みとかもこれなかなか楽しみではないでしょうか。なかなか好、カードが揃っております 2.10 後楽園ホール大会でございます。ぜひ皆さんか、足を運んでご覧になっていただきたいと思います。というわけで、本日の、ニコニコプレスチャンネルはレッスル1 1月16日、千葉ブルーフィールド大会の模様をお届けいたしました。コメンタリー実況は鈴木健でした。次回のレッスル1の大会の、模様の方、中継の方を楽しみにしてください。